古墳は、墳球の平面型が、方形になる古墳のことで、古墳時代の全期間にわたって円墳に次いで数多く築かれている。古墳時代諸島内自然期に築かれるものは、弥生時代の大和風の方形修行墓や出雲風の四隅都質型墳球墓の延長と考えられ、性格自体も、ほとんど変わらないとみなされているが、最近は前方後円墳や端木出現の時期を活気として、 豊墳の一種とみなされている。そのため、前期群衆墳という造語まで発生している。弥生時代の四隅都市質型墳キ墓は、すでに古墳時代に作られる技術が多様に用いられていることから、古代出雲の技術を物語る。前期豊墳の代表例は、島根県安木市の大成古墳、作山古墳が全国最大の規模を誇る。宝墳は出雲に集中しており、 前方後方墳の先駆けも見られる。比較的小型のものが多いが、前方後円墳の築造が停止する7世紀には、有力者の古墳の墳形に採用されている。例としては、現在、陽明天皇陵に指定されている、大阪春日公山古墳や、水古天皇陵に指定されている山田高塚古墳、蘇我馬子の墓と考えられている石舞台古墳、千葉県の龍角寺、 岩屋古墳などがある。6世紀末に築造された巨大宝墳赤坂天皇山古墳を春寮とする森光一の説が有力視されている。大きさでは奈良県の増山古墳が全国1位で千葉県の龍角寺岩屋古墳が第2位である。知識ゼロからの古墳入門72から73ページ広瀬和夫谷口和と 日本の真ん中岐阜の明の、松田幸俊、谷口和と加計、掛井夫、市所文隆、上村栄光、黒田隆岐阜県の歴史山川出版社2000年31から32ページ、渡辺貞幸、地域王権の時代、松尾久志、田中義明、渡辺貞幸、帯形勝美、井上漢治、竹永光夫、島根県の歴史2005年77から78ページ、 石山、大川高橋1979、邦が2001、ピアニッシも62から95、ありがとうございます。